後編、続、ミニコンポは卒業しよう。毎月1万円以内で完成、超入門オーディオシステムということで、まずはですね、前編の振り返りをしたいと思います。1ヶ月目にやっていただいたのは、スピーカーキットの購入。で、2ヶ月目、アンプの購入をしていただきました。で、3ヶ月目に、2台目のアンプの購入。ということで、前編は繰りいたしましたが、まあ、この段階でですね、すでにミニコンプからは卒業して、オーディオマニアの世界の音になっているんではないかと思います。次のページ。では後編ではですね、さらにこれを進めていきたいと思います。約3ヶ月なんですが、ただし最後の2ヶ月については、まあオプションですので、まあそこから先さらに良くしようと思っていただければやってみればよしという内容になっています。まず4ヶ月目なんですが、電源をグレードアップしていただきます。で、続いて、5ヶ月目。接続ケーブルのグレードアップ。で、6ヶ月目、スピーカーの買い替えということなんですが、まあ、4ヶ月目のですね、電源についてはもう、オーディオはもう、いかに電源を良くするかというのが、まあ、第一ではないかというぐらいに注目されておりますので、まずここで電源をグレードアップするっていうのを先に。で、続いて、ケーブルなんですが、これもまあ、70年代ぐらいまではケーブルっていうのはほとんど無視されていまして、オーディオにおいてケーブル変えても関係ないよというふうに思われていたんですが、まあ、80年代中盤ぐらいから、いや、ケーブルによって相当変わるんだよねというのがだんだん一般化してきまして、まあ、2000年以降はこれまあ当たり前だよねと。まあ、確かに未だに否定される方はいらっしゃるんですけれども、まあ大部分の方は接続ケーブルによって音が変わると、良くすると音も良くなるというのを体感されているということではないかと思います。スピーカーの買い替えが最後にあるんですが、まあこれはもう昔も今もスピーカーの音の支配力っていうのは全部の機器の中で最大であるっていうのはもう変わらない部分ですので、スピーカーを変えると誰でもですね、もう議論の余地なく音がかなり変わってくるというところがありますので、ここでまあスピーカーをお好みのものに買い替えていただいて自分の目指す音に近づけていこうではないかということで、これを全部実施いたしますと、ミニコンポからは完全に卒業いたしまして、あなたも中級レベルのオーディオマニアになれるのではないかというプログラムになっております。次のページ。では、丸4番、4ヶ月目の電源グレードアップに関してです。先ほども申し上げましたように、まあ、オーディオに対する電源の支配力は今や絶大なものがあるというのが半ば常識化されているんですが、まあ、その中でもですね、一般論として、オーディオ用には昔ながらのリニア電源がいいよというのが、まあ、ほぼほぼ定説だったんですけれども、まあ、リニア電源って何かって言いますと、まあ、別名トランス電源とかアナログ電源とか言われるんですが、交流一般家庭の日本で言えば AC100V ですね。これを、まあ、一旦トランスで電圧を落としまして、そこで整流してコンデンサーなどで平行化すると、昔ながらの電源なんですけれども、まあ、一昔前はですね、スイッチング電源っていうのが一般化される前の話なんですけれども、一般家電製品もこのリニア電源が使われていましたので、一昔前の AC アダプターって、なんか、まあちっちゃいんだけど結構重かったと思うんですね。まあ中開けますとトランスが入ってたんですけれども、まあ昔はリニア電源しかなかったというのが大体のところだったんですけれども、今日は逆にもう小型の AC アダプターっていうのが一般化されているように、まあ機器内の電源も家電製品においてはスイッチング電源が一般的という風になっているんですけれども、オーディオに関してはスイッチング電源っていうのはどうしてもスイッチングノイズっていうのが発生しますので、まあ、例えばリンとかですね、昔からこのスイッチング電源であってもオーディオ用にいい電源を独自開発しているという特殊なスイッチング電源以外は、まあ、やっぱりアナログ電源、リニア電源にかなわないよねというのが一般論だったかと思います。で、私もですね、まあ、ある時奮発しましてこちらにあります。まあ、国内で市販されているオーディオ用のリニア電源って結構まあリニア電源の中でもかなり工夫されているものですので割と高くて、まあ今でも 39,600 円オーディオデザインさんの DC アダプタ
っていうふうにありますけれども、ね、こちらを所有しております。マニア向け製品っていうのは、今他にもいくつかあったんですけども、なかなか製品自体が珍しいと言いますか、まあ、数少なくなってきていて、まあ、それでもオーディオマニア、あとですね、楽器系のマニアですね。で、楽器なんかも AC アダプター使うんですけれども、まあ、その場合でもやっぱりノイズって言っても、まあ、耳に聞こえるノイズというレベルではなくて、まあ、耳に聞こえないけれども音を劣化させるようなスイッチングノイズを嫌うというところがありまして、まあ、楽器マニアにもリニア電源っていうのが好まれるんですけれども、最近はなぜかなかなか売っていないと。まあ、スイッチング電源の性能も良くなってきたというのもあるのかもしれませんが、まあ、とにかく、まあ、こちらにしても、まあ、ほぼ4万円ということで、マニア向け製品は高いというところがあります。次のページ。で、そういう状況の中で、最近ではこちらが人気です。IFI オーディオの iPower12V 低ノイズ AC アダプターってありますが、こちらはちょっとですね、独特な商品でして、まあ、かなり今、オーディオマニアの中では取り入れられて一般化してきているので、新たにこれのさらに性能の良いものも最近発売されて非常に人気になっています。これはスイッチング電源ではあるんですが、スイッチング電源にプラスしてですね、IFI オーディオさんが独自に開発している、まあ、なんかですね、ヨーロッパのミサイル技術を応用したらしくて、スイッチング電源に対して、そのノイズ成分を逆の位相で検知して取り込んでしまうと。逆の位相ですので、ノイズとノイズをぶつけてですね、それでノイズを消してしまうという、まあ、いわゆるノイズキャンセリングヘッドホンみたいなのあると思うんですけども、まあ、あれと似たような原理で非常にノイズを減らすという、しかも元がスイッチング電源ですので安いというところで、こういうのも人気になっております。次のページ。で、今回はですね、私の過去動画でもおすすめしたこちらになります。GAN とありますけれども、次世代電源の窒化ガリウム充電器。これをオーディオ用に活用してみようと。これ今まあ、まだまだ数は少ないんですが、オーディオマニアの中でも取り組んでいる方がいらっしゃって、まあ、ショップでも一部ショップでオーディオ用として販売されているんですけれども、まあ、何かと言いますと、スイッチング電源なんですけれども、スイッチング電源の中心となる素子をですね、窒化ガリウムという、まあ、新しいタイプの素子にした充電器が最近発売されておりまして、まあ、基本的にはこれをすることによって小型化できると、いうのと、効率がさらに高まりますので、小型化な上に大出力にできると。まあ、大出力といっても、いわゆる家庭用とかその辺のレベルの話なんですけれども、持ち運びにも便利だというので、最近まだ充電器としてしか一般的には流通していないんですけれども、発売されている GAN 窒化ガリウム充電器っていうのがあります。これをAC アダプターとして活用するんですけれども、実際に試してみますと、いわゆる従来の AC アダプターで使われておりますスイッチング電源よりも、スイッチングの周波数がですね、高いレベルにあるんですね。まあ、したがって通常のスイッチング電源よりも音の傾向がちょっと違うと。まあ、これも充電器によって厳密には変わってくるんですけれども、まあ、一般的に何人かの方が試して、私も実際やってみて、確かにそうだなと思ったのは、まあ、第3の電源って言いますかですね、先ほどのご説明しましたリニア電源と、それからスイッチング電源のちょうど中間的な感じの比較的癖のない音ではないかということで、私も気に入りまして、今右の写真にありますようにもうすでにオーディオ用に3つ使っております。これとは別にオーディオ用のサーバーで1個使っておりまして、同じ製品を4つも購入しているという状況です。次のページ。で、こちらがその私が購入した製品で、非常に価格も安いと。楽天で買いますと、税込み送料込みで2480円という、まあ、非常に格安で、さらにポイントもつくと。っていうことなんですが、まあ、これは充電器ですので、今時の充電器っていうのが、1台でですね、いろんな電圧に対応できると。厳密に言いますと、充電をする方の機器の方でですね、何ボルトで充電しますよっていうような、ある種のシグナルを充電器の方に伝えて、それで充電器の方が、じゃあその電圧で出力していくという仕組みになっているんですが、これをまあオーディオ機器として、まあ あらかじめこの PD パワーディストリビュートという規格なんですが、
まあそれに対応した機器っていうわけではないので、じゃあどうするかって言いますと、ケーブルの方で何ボルトで出力してくださいっていうシグナルをですね、ケーブルの方に埋め込んでしまうという便利なものが流通しておりまして、下の写真の方なんですが、Amazon で買いますと、まあ、ちょうど今回のアンプにジャストフィットする 12V、12V でもアンペアの高い方ですね。で、これの対応したものが1480円ということで売られておりまして、これをまあ、アンプが2台ありますので、2セット購入していただいて、7920円と、これを活用していただきます。次のページ。はい、続いて5ヶ月目なんですけれども、接続ケーブルのグレードアップ。で、前回の動画でもですね、大阪にプロケーブルっていう、まあちょっとユニークなオーディオショップがありますよっていうことをご説明したかと思うんですが、で、そちらで販売されております、こちらのケーブルをお勧めいたします。これ、まあ、実際私も買って、私買った時はですね、1万円近くしたんですけれども、まあ、なぜか最近安く売られておりまして、送料を入れますと3700円と、ベルデンのケーブルで、このベルデンっていうのは、業務用のケーブルメーカーとして世界ナンバーワンと、米国の圧倒的スタンダードと書いてありますが、録音スタジオとかで使われている業務用のケーブルは圧倒的にこのベルデンがシェアが高いと。で、プロケーブルさん曰く、まあ洋楽ですね、アメリカとかで録音されたものは、もともとこのベルデンのケーブルでスタジオで録音されているので、再生するときもベルデンがいいよと。で、逆に日本の邦楽ですと、日本のスタジオはカナレっていう業務用のケーブルメーカーがあるんですが、こちらがスタジオに多く使われているので、カナレで再生するといいよというような、まあどこまで本当なのか提唱されておるんですが、まあ私も実際にこのベルデンもいくつか種類があるんですが、この青色のケーブルですね。これは主にカーオーディオ用に取り入れているんですが、非常に効果絶大っていうふうに感じておりますので、まあ、実際に試したものということで、こちらをお勧めさせていただきます。まあ、こちらに変えるだけで音質がワンランクグレードアップするのではないかというふうに考えております。次のページ。はい、ここまでの総トータルのコストなんですけれども、今回はポイントは個人差出てくると思いますので省いております。1ヶ月目のスピーカーが4910円から始まりまして、5ヶ月目の先ほど説明しましたケーブルのグレードアップ。これも含めて送料も込み、税金も込みで、込みで3880円。私自身このですね、トータルの金額を見て、ちょっと結構びっくりしたんですが、こんなに安くできてしまうんだと。いう状況なんですが、まあ、ここまでかかったトータルのコストがこういう状況になっております。次のページ。はい、6ヶ月目。いよいよ最終の月になりました。で、最終の月になりますと、まあ、今度は、まあ、これは自分の好みのものを選んでいただくという世界なんですが、お好みのスピーカーをお好みの予算で選んで使いましょうと。まあどういうスピーカーにしようか、これをつなぐとどんな音になるんだろうなっていう悩みの作業、これこそオーディオの楽しみ、醍醐味ではないかというふうに考えております。次のページ。まあとはいえどうすればいいんだということで、まあ基本的に初心者のスピーカー選びっていうのをいくつかの方法と製品の例を紹介させていただきたいと思います。まず、事例1として安心の家電量販店、まあ、前編でもお話ししましたが、まあ、比較的気軽に買えて信用できて、しかも何かあったトラブった時にも対応していただけるということで、家電量販店で買うのが初心者は多分安心できるんじゃないかと思うんですが、過去動画でですね、5万円で真空管システム組み合わせっていうのを公開したんですが、その時に選んだ上新で、まあ、上新以外でも家電量販店で幅広く売られておりますソニーのスピーカーですね。で、こちらの SSC53 というスピーカーですね。こちらが AV 用で 5.1 チャンネルとか、まあ、7.1 チャンネルとか、そういうものを世界中に売りまくるために量産しているのためにコスパが非常に良いというスピーカーで、しかもトールボーイでスピーカースタンドの購入も不要という商品なんですが、24,920円、これ2本セットの価格です。で、しかも送料込みと税金込みという非常にびっくり価格なんですが、まあ、例えばこのくらいの予算、比較的コスパの高い予算帯であれば見栄えもいいですし、このソニーのスピーカーを選んでみるというパターンが事例1としてご紹介いたしました。
次のページ。次に事例2として中古ですね。これオーディオ製品は中古で選んでいくっていう、ある程度中級レベルになりますと目利きができますので、中古製品を見てもこれを買っていいかどうかっていうのがだんだん判断力が向上してきます。で、何かあった中古の場合はまあ比較的新品よりも壊れやすいとか保証がないとかいろいろあるんですが、まあそういう時も対応力が向上してきますので、まあ中古っていうのが視野に入ってくるかと思います。とはいえ初心者で中古になりますと、今申し上げたように何かあった場合とか、まあ、その商品の状態が大丈夫かというところが心配になりますので、まあ、信頼できる専門店ですね、中古を以前から扱っている有名な専門店、こちらを利用していただければ非常に安心して購入できると。で、一例なんですが、オーディオユニオンさん、これはもう非常に以前からオーディオの中古を専門って言いますか、新品ももちろん扱っている小売店さんで、一例で挙げたものは保証も6ヶ月ついていて、で、今の状態もそれぞれ記載しています。こちらの B&W の DM603S2、 これも比較的 B&W で評判の良い、先ほどのですね、ソニーのスピーカーと、まあ、似たようなコンセプトで AV 用にも使えるということで、コスパがもともと良いのですけれども、こちらが最初の新品時代の税込み価格が138,600円、もうこの価格帯になれば立派な中級レベルのスピーカーなんですけれども、これが中古ですので 44,800円税込みということで、非常に格安で入手できると。他にもオーディオユニオンさんのページとか見ていただければいろいろ商品がありますので、その中から自分の希望したものを選んでいくと。で、実際にオーディオユニオンさんの店が近くにあるよという方は実際に出向いていって選ぶと。オーディオユニオンさん以外にもですね、歴史のあるオーディオの中古専門店っていうのはありますので、まあそういうところで選んでいくというのが事例2になります。次のページ、初心者のスピーカー選びの事例3としまして、先ほどケーブルのところでご紹介しましたプロケーブルさん、こちらはまたちょっと違う独特のコンセプトでスピーカーっていうのを提唱されております。まあ、プロケーブルさんが全体に提唱されておられるのは、まあ、オーディオ用の機材っていうのは、まあ、宣伝費その他に加えてそれぞれが少量生産ですので非常に割高であると。それに対してプロ用の機材ですね、まあ、例えばPA 用、ライブハウスで使ったりするものですとか、スタジオ用っていうプロ用の機材っていうのは、まあ、これが性能に比べて実は値段が安いと、変な宣伝費とかが乗っていないということで、まあ、今ですね、プロケーブルさんのサイトを見ますと、まあ、その中でも初心者向けと思われますのが、まあ、こちらのエレクトロボイスの ZLX12、 これの2個セット、30センチのウーハーっていうのはなかなか家庭用のオーディオのウーハーでは相当大きいサイズになるんですけれども、スピーカー本体が 65,600 円なんですけれども、まあ、ちょっと端子がプロ用の特殊な端子ですので、あとなんか六角レンチがあった方がいいというのがありまして、まあ、それを入れますと 66,880 円で入手できると。まあ、こちらには驚異の5年保証というふうに書いてありますが、業務用のスピーカーを購入するというパターンもあるかと思いますのでご紹介させていただきました。次のページ、スピーカー選びに関しては、まあ先ほど近くにですねオーディオユニオンさんとかあれば実際に聞きに行くといいよという話をしたんですが、まあ、他にもビッグカメラとか上新とかですね、まあいろんな量販店でも割とオーディオコーナーを充実させているところがありますので、そういうところが近くにあれば、まあ、気軽に行って、まあ、とにかくいろんなスピーカーを実際に聞いてみると。で、あるいはイベントですね。視聴会とかですね。あと、まあ、年に数回、大型のオーディオイベントっていうのは、まあ、ほぼ無料で参加できるものなので、参加すると。あるいは、友人知人のスピーカーを実際にお宅に行って聞かせてもらうということで、実際に視聴してみる。まあこれは一番いい方法なんですけども、ただまあ落とし穴がありまして、もう同じスピーカーでもですね、設置状況とか、あとインシュレーター系のアクセサリー、ケーブル、それからもちろんアンプなどオーディオ機材によって、まあ、同じスピーカーでもそこのショップとかで聞いたもの、音が自宅で出るかっていうと、これ全然出ないっていう話の方がオーディオあるあるでですね、だいたいよくある話ですので、まあ、落とし穴としまして、初心者レベルで、じゃあそこのショップで聞いた音を、
まあ、どう評価するんだというところがなかなかまだですね、評価レベルがまだ備わってないかと思いますので、ちょっとそこは気をつけなければいけないかと思います。で、最近ではですね、新しい方法で YouTube でもですね、まあ私も出しているんですが、空気録音動画っていうのが結構いろんなショップやマニアから公開されるようになってまして、割とものによってはいい音質で公開されておりまして、まあ YouTube ですので、最終的には圧縮音源になってしまって、まあこれはちょっと雰囲気だけしかわからないよという意見も多くて、まあ理論的にはその通りなんですが、まあ結構それでもいろいろ聞いてますと割とそのスピーカーの癖とかですね、わかるケースもありますので、YouTube の空気録音動画なども参考になるかもしれないということです。まあ仲間のマニアの JBL のエベレストの、実はこれ自作のスピーカーで、エベレストの4分の1モデルというのと対決させたという過去動画を出していたり、まあいろいろ出しているんですが、あと YouTube 仲間って言いますかですね、オーディオワイワイさんっていう方がいらっしゃってまして、こちらは結構スピーカーの動画をいっぱい出しているんですが、比較的新しいものではこちらの JBL の4312シリーズ、これ結構人気のシリーズですね。これを2機種聞き比べてみようという空気録音動画を出されております。まあ、こういうのも積極的に聞いてみて、まあただこれスマホでポッと聞いてみるっていうんじゃなくて、オーディオシステムにちゃんとつないで聞いてみた方がいいんじゃないかというふうに思います。まあそうやって聞きますと結構違いが分かってくることもあるということでご紹介させていただきました。次のページ、一応今回ですね、後編として、以上の内容で終了となります。最後までのご視聴ありがとうございました。チャンネルの登録もぜひお願いいたします。